よし、急ぐよ。おい、霊夢？もしかして留守かしら？え？どうしたの？かなで、後ろの倒れてるのって。後ろ？え？霊夢？霊夢？気を失っているみたいだね。小さい、そよ風。霊夢？ん？あら、ショウたち。霊夢、何があったの？なんか狼のやつに。は、白霊大結界が。どういうこと？その青髪のやつが、白霊大結界を壊すって言ってたの。え、それって。幻想郷が。みんな、幻想郷の至るところにフードのやつが配置されているって。くそ、もう始めたか。市販を倒さないと幻想郷が危険なんだよね。今すぐ探すしかない。幻想郷を破壊するのに適している場所はおそらく地底よ。あそこは幻想郷のコアがある。それじゃあ、役割を分担するわ。まず、霊夢はゆかりと白霊大結界を保護して。え？役屋たちは、幻想郷の至るところを守って、主に人里を。わかった。私たちは市販を。そうだね。すぐに散るわよ。みんなで幻想郷を守り抜きましょう。いた。僕が先制攻撃を入れるよ。さすがにここだと戦いにくいわ。天使用の魔法を貯めるから、なんとか耐えてね。あ。ふ、よ、大海軍だね。まさかここまで飛ぶなんて。アドソルティー。おお、早いな。破壊符ブレイク。と。なるほど、こちらから攻撃を食らわないように高速で移動しているのか。悪いな、私もスピードは得意だ。このままではキリがないな。指示支配。ここが誰だ、お前は。無言を貫くか。やる気だな。バカが。雷光支配、雷電。ダメですよ、そんなに暴れたら。誰だお前。あなたに言う必要はないです。そうか。ああ、まだいんのかよ。大丈夫よ。こんなもんなら問題ないね。ほう、一発耐えるとは。じゃあもう一発。雷光支配、雷電。さっきまでの異性はどうした？光で熱を。これも一方的に。脆い。ライトニングバースト。そのまま一度。雷光支配、雷電。くそ、このままでいてたまるか。滅界解放。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっと今回は短かったかな。ということで本題に入ります。これから支援絵を募集したいと思います。応募方法はまずチャンネル登録してください。まあ一応大前提ですね。そしたらツイッターでシャープショーの絵で投稿するか、ツイッター、ディスコードなどの DM でお願いします。概要欄にコミュニティサーバーのリンクを貼っておきますので、よければ入ってください。募集する絵はゆっくり茶番劇に登場しているオリジナルキャラクターのみです。服装などはご自由に。下手な絵でも大歓迎です。逆に、とても上手な絵も募集しちゃいます。もらった絵は、動画で投稿するので、ぜひ、確認を忘れずに。他の詳細は概要欄で確認してください。たくさんの支援絵お待ちしています。ということで最後に、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは、バイバイ。